里崎チャンネル。ジョ。こんにちは。ホークス優勝おめでとう。おめでとうございます。いや強かったですね。いやもう圧倒的でした。しかもリーチかかって1日消えました、はい、昨日すごい、もうマジックの減らし方半端なかったですね。そう、まさかね、はい、ジャイアンツより早くリーグ優勝がパ・リーグで決まるなんて夢にも思ってなかったっす、ね、いや誰も思わなかったですね。11月まではもつれてると思ったら、うんはい、10月中に、なんと決まりました、はい、そうですね、なんかもう、本当最短って感じの。いや、同等の、だって10月、うん、ホークスは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18勝、はい、1、2、3、4敗、いや、だって連勝、引き分け、連勝がすごかった、11連勝とかでしたっけ。そうそうそう、18勝4敗よ、はい、14よ、はい、この1ヶ月で貯金すごい。この日、はい、今日もデカデカで打ってます。はい。ニカスポーツ。うん、はい。だってゲーム差なしの1、2差だったのが、もう2位ロッテと 10.5 ゲーム差。そう、10.5 ってちょっと驚きです。優勝だって、ロッテ優勝かもってね。そうそう。言ってたのに。うん。終わってみれば 10.5 ゲーム差。10.5 ゲーム差。はい。残念みたいな。で、しかも、特にロッテは、うん、後ろのライオンさんが、はい、もう、そこまで来てます。もう今もう本当に来てますからね。まあでもホークス、うん、強かったですね。強かったです。はい。まあで怪我人も結構出た中で、うんはい、よく頑張ったなっていうところがありますけど、まあ、はい、僕の言った通りになりましたね。うん、あれ優勝予想は楽天じゃなかったでしたっけ？いや楽天ですけど、はい、ホークスが優勝するためにはっていうのは、はい、ちゃんと言ってたのか。言ってました？あるんですよ。はい。残念ながら。言ってました。ここです皆さん。はい。ここに。開幕前、はい、3月ぐらいですかね、うん、今年のキーマンっていうところで、はいまあ、この動画は DeNA とホークスが一緒になってるんですけど、うんはい、そこのホークスの場所を見てほしいんですけど、うんはい、この選手が怪我したら終わり、はい、怪我しなかったらもういけるっていうところのキーマンを2人挙げてるんですよ、うん、あ、キーマン挙げましたね、はいはい、今年のキーマンこれだみたいな、うん、ホークス、はい、なんて言ったか、サザイカ、はい、ご覧ください。3年連続日本一、いやでも2年連続 V 滅しているところで、はい、やっぱりそのね V 史上命題っていうところで、うんはい、野手のキーマン、はい、こいつしかいない、はい、誰だ。先日インタビュー取材した甲斐ですよ。おお、甲斐選手、やっぱ甲斐がね、うん、何気にキーマンです、はい、正直甲斐が怪我していなくなったら終わりです、はい、あ、まあ確かに、はい、いや、甲斐選手が正捕手としてもしいなくなっちゃったらもう終わり、きついです、残念ながら。あ、次がまだ出てきてないってことなんですね。そうそう、だから甲斐がもし怪我したら、うん、下手したらベイクラス。おー、その可能性が出てくると。あ、出てきます。打線があんなに良くても、良くても。おー、言ってましたね。言ってたでしょ。はい、もうね、半年以上前だから、うん、みんな忘れてるんですけど、はい、僕はちゃんと覚えてたんですよ。忘れてました。忘れてたでしょ。はい、甲斐が、うん、怪我したら、うん、もうホークスは終わりと、はい、多分今年も怪我人出ると、うん、いっぱい出るけども、はい、甲斐さえ怪我しなかったら大丈夫、うん、逆に甲斐が怪我したら B クラスもあり得るというところで、はい、なんと甲斐が怪我しなかったっていう。いやー、そうですね。しかも昨日、はい、優勝を祝うように祝砲の本当2桁に乗す10号のホームラン、うんはい、素晴らしかったですね。ねえ、やっぱ活躍素晴らしかったです、今シーズンも。で、サファテが帰ってくるかもしれないけど、うんはいまあ、守護神がしっかりすることが大事だから、うん、森、大事と、はい、っていうところで、まあ、昨日も最後1点取られましたけど、はい、今は西武のタイトルで1位並ぶかな、はい、っていう、並ぶか、増田が1個上いったのかな、うんまあ、1位に争う中での、はい元気に頑張ったっていうところも大きいというところで、うん、ちゃんと当たってます。いや、キーマンに関して当たりましたね。当たったでしょ。はい、ね、うん、そういったところやっぱそのね、多分ね、甲斐のファンの皆さんもね、はい、今年1年苦しかったと思うんですよ、うん、甲斐もいろんな人からリードがどうとか、はい、なんとかかんとか、うん、とか言われる中で、はい、まあここまでね、本人も苦しかっただろうけども、うん、頑張ってきたっていうところでですね、うん、皆さんにも甲斐のファンね、甲斐選手もそうだけども、はい、甲斐のファンもそうだし、甲斐以外のファンの人もそうだし、うん、喜ぶことです。はい、それはなぜか、うん、批判は称賛です。おー、批判されるのも一流だから、はい、批判されるんですよ。確かにそうですね。一流じゃない人に、それね、僕だって試合の
じゃあ日刊スポーツの評論行ったりとか、はい、日本放送で解説したりとか、はい、他のテレビ局で解説する時があった時に、それはいいも悪いも言いますね、はい、でもそれってその人が言ってるだけで単発じゃないですか、はい、見てる人だけ、うん、要は多くの人がもっとこうした方がいいんじゃないのか、うん、ああした方がいいんじゃないのかって言い出すってことはなぜか、はい、一流だからなんですよ。確かに、だって2軍の選手のことそんな大勢の人がバーって言わないですもんね。言わないし、うん、それをどっかのこと 言ったところでそれがニュースになることないんですよ、はい、要は知名度もある、うん、実績もある、実力もあるから、そのことに対してメディアも飛びつくし、うん、それを情報発信することによってその注目度を集めたい、はい、その注目度を集めれる一流だから会は批判の的になるんですよ。うん、それなぜかすごいからなんですよ。なるほど。だからまあね、だからっちってもっていうね、うん、思いあるかもわかんないですけど、うん、僕なんて批判も称賛もそんなにされてないですもん。そうですか。まずロッテ、はい、勝ちもしてないから、はい、勝った時だけ目立つだけで、はい、その他の時にそんな批判の的にならない、はい、なんのは、うん、僕らの時の新之助だったりとか、はい、じゃあ谷繁さんだったりとか、うんうん、城島だったりとか、うん、っていうところが、うん、賛否が扱ってくれるところですね、はい、なぜなら週刊ベースボール、はい、引退してからの方が出てますからねメディアの露出、はい、引退してからの方が出てますから、ね、あ、そうですか。ああ、そんな WBC にも行って、だその時だけね、だ一過性なわけよ、はい、それ続いていかない。あ、はい、要は、うん、会とかは続いていくじゃないですか、はい、それはなぜか一流だからなんですよ、はい、一流だから批判されるんですよ、うんうん、だからこれについて語ってください、会について語ってください、これどうですかって言われたら、それをやっぱ解説しなきゃいけないです、はい、でもそれが一流じゃなかったら会について語ってくださいって言われないんですよ、うん、そうですね。他の球団の、ね、うん、名前は出せないですけど、はい、なった時にこの人についてもっと語ってくださいって、うん、その地元があるかもかですよ、うん、全国的にはないんですよ。そうですね。だからね、喜ぶべきです、はい、批判は称賛の裏返しです、うん、いやだから批判されてなんぼっていうことですね。そうそう、一流だから批判されるんですよ、うん、はい、一流じゃなかったらまず評論とか解説の対象にもなんないですいやでも考えてみたら、私たちシーズン前にこのチャンネルの唯一のゲストが甲斐選手だったじゃないですか。そうなんですよ。あ、いいこと言いますね、はい、唯一のゲストの甲斐動画ここにあります、はい、あのその時に開幕前ね、うん、2月だったんですね、はい、宮崎のキャンプで何を語ったのか、うん、ぜひもう一回ね、うん、見返してもらって、特にホークスファン、はい、海ファンの皆さんね、うん、余韻に浸ってもらいたいというところで、はい、あの概要欄に全部貼ってありますから。好きな食べ物ね、庶民的だったんですよね、 あれね、はい、あ食べたくなりましたもん、私も あれね、はい、安いし、はい、よく覚えてますね。覚えてます。すごい印象的でしたそこ行くんだっていう。しかもね、はい、そんなねリードリードって言われながらも、うん、なんとですよ、はい、このソフトバンクのチーム防御率が、うん、なんと2.96 です。2点台よ、はい、あ、ちなみに今日ですね、あの日刊スポーツ の紙面にソフトバンク優勝の佐々木評論出てます。お、はい、読んでください、はい、だって 2.96 ですよ。ダントツ1位、2位のロッテが 3.90、 約1点差、はい、うん、でセ・リーグも巨人が1位が 3.35 だからダントツ1位なんですよ、うん、防御率。なんか防御率って言われるとこうピッチャーがいいってイメージありますけど、それこそキャッチャーもものすごく大事ですよね。そうそう、しかもね、今年は甲斐も怪我したりしながら、ね、うんうん、甲斐があのほぼ頑張りましたけど、はい、でホームランもね、2桁打って、うん、あら里崎賞、はい、どうなるのかなっていうね、そうですね、ところがありますけども、はい、まあ本当に、ね、素晴らしかったっていうところと、まああのまあ、そのね、甲斐が素晴らしかったっていうところと、はい、でまあ、もう一つはですね、うん、やっぱ柳田の、はい、やっぱ牽引はすごかったですね、うん、すごかった、うん、そのチームのね、はい、株として引っ張っていくっていうところで、うん、多分このままいけば、はい、MVP は柳田やと思うんですよ、はい、あ、そうですか、はい、普通に考えるとね、はい、パ・リーグの日本僕は、うん、裏 MVP を挙げたい選手がいます。お、それ甲斐選手以外に、はい、とか、はい、モイネロ。おー、そうです。モイネロすごいですよ。そうですよね。多分その MVP には、うん、多分あの選ばれないと思うんですよ、はい、多分柳田やと思うんですよね、うん、あの MVP は。でもあの当初は、はい、モイネロだって、49試合投げて2勝3敗、防御率 1.72 よ。おお、すごい。49試合よ、はい、ほぼ半分投げてるんだよ、うん、1/2、はい、これはすごいでしょ。で1点台、1点台、うん、モイネロにあげたいですね。
そうですね、裏 MVP は、うん、ね、いやすごいですね。 であのもう一人頑張った、はい、ベテラン、うん、昨日も投げた、はい、和田、和田と、ね、昨日良かったですね。いや良かった、今年だって今防御率が 2.94、はい、8勝1敗よ、うん、39歳よ。あ、本当だ、そうですね、松坂世代だもんね。はい、松坂世代です、うん、これは素晴らしいですね、うん、怪我もなく、まあね、間あったかも分かんないですけど、うん、しっかり防御率も出してっていうところでね、はい、怪我人が多かったホークスの、投手陣考えると非常に大きかったんじゃないのかなっていうところもありますね、うん、はい。であとやっぱり打線ではね、その栗原選手、うん、まあ、今年まあ、本格的にコンバートして、はい、しっかりチームの核としてね、まあ、ちょっと途中下の時ありましたけど、うん、まあ、打点も稼ぎながら非常にいい働きができたのかなっていうところと、うん、あともう一人はシュートですよね。ああ、そうですね。今年はね、そのセカンドのほぼレギュラーとして試合に出て、うん、月間20盗塁かな、はい、月間20盗塁が球団新記録っていうところで、はい、うん、あの本田も達成できなくて、はい、村松さんも達成できなかったっていうね、うん、ところを、まあ、月間20盗塁っていうところもね、うん、素晴らしいですし、はい、まあ、まあ、もうちょっとね練習しなきゃいけない守備っていうのはありますけども、うん、まあ、盗塁とで打撃も2割7分3厘ですから上等ですね。いや、そうですね、だから塁入れてるからあんだけ、そう、ね、46盗塁なわけじゃないですか、うん、だからまあ三振がねちょっと多いんで、そこら辺はねもうちょっと減らしていければ、うん、さらに良くなるんじゃないのかなと。盗塁46個ですか、はい、すごいですね。出塁率がね3割2分9厘とちょっと低すぎるんで、うん、打率から考えるとね、はい、でもうちょっとフォアボールが選べるようになれば、うん、三振少なくね、でもっと盗塁も50個以上とか毎年、はい、楽勝 でしかも今年120試合でね、はい、50個ペースだから、いや普通だったら60個とかいきますね、いけてたかも分かんないぐらいの、うん、まあ、素晴らしい活躍っていうところでね、このシュートっていうところもね、うん、まあ、大きかったんじゃないのかなと、はい、やっぱ前半はねグラシアルとかそのキューバ勢がね、はい、いなかったっていうところでバレンティンを取って、そのバレンティンが機能しなくてね、うん、ちょ前半バタバタして苦しかったかなっていうところはありましたけど、そのキューバ勢が帰ってきて、はい、しっかり柳田の後ろにもねグラシアルがいて、うん、で中村晃で栗原ね、うん、で1、2番打つシュートで足をかき乱すで守備の回がしっかりまとまって、はい、ピッチャー陣もねまあまあ頑張ったっすよね全体的に。いや、キューバ勢最初からいたらもっと大変だったかもしれない。独走だったっすね。はい、そうですね。いや、やっぱ自力ありますね、はあ、でピッチャーもね新戦力のモアとか、まあ、中抜けしましたけど、はい、まあ、奥野選手中抜けした選手もいますけど、まあ、そこをね選手層が厚いホークスでねがっちり来て、うん、だからまあホークスが落ちなかったらもうどこも太刀打ちできないっていう、はい、だから落ちてくるの待つしかないっていうところではね、うん、他の5球団がもうちょっと考えなきゃいけないっていうところで、はい、打倒ホークス、うん、どうしたらいいのか動画あります。あ、そうでしたっけ、はい、まだないんですけど、あ、これから撮るんですね、はい、もう僕の心の中にはあるんで、はい、もうだって今日本一3連覇、うん、リーグ優勝は3年ぶりですけど、そう、リーグ優勝何気に3年ぶりなんですよね。そう、西武が来てるんで、ね、はい、もし今年日本一になったら4年連続なんですよ、うん、やっぱストップザホークスいいんじゃないですか、はい、その動画あります。はい、まだ撮ってないんですけど、はい、これから撮りますけど、はい、まあでも、うん、本当にね強かったなっていうところもありますし、まあこの後ねクライマックスシリーズ日本シリーズあるんで、はい、まあ、どうなるかはねまだここからっていうところもありますけども、まあ、本当に素晴らしいね、はい、1年間だったっていうところもありますし、まあ回も含めたね、はい、バッテリー陣素晴らしい活躍したなっていうところと、新戦力のね周東とか栗原の台頭っていうのも大きかったし、で元々のメンバーのね柳田、そして和田とかね、うん、いうところで外国人選手もね、まあ、よく頑張れたかなと、はい、総合的に素晴らしい優勝でしたね、はい、ではおめでとうございました終わったのか終わってないのか分かんなくて最後パス出したし、袴さんに、じゃあ今日はもう、はい、袴さんに締めてもらって、はい、アナウンサー風にホークスの優勝を伝えて終わりました。どういうアナウンサー風ですか。はい、それはもうお任せで、ソフトバンクホークス、そしてダメだ、ソフトバンクホークス球団関係者の皆さん、そして選手の皆さ ん, 皆さん、そしてファンの皆さ ん, ファンの皆さん、家族の皆さん、はい、本当に素晴らしいリーグ優勝おめでとうございました。おめでとうございました、これから CS そして日本シリーズに向けてさらなる活躍を期待しております、今年、コロナウイルスの中で非常に難しい戦いだと思いますけども、まあ、医療従事者の皆さんのねいろんなサポート頑張りがあって、プロ野球界もね工藤監督言ってましたけども、まあ、成り立ったという思いもありますし、まあ、ここまでね最後までパリーグ走り抜けたこともですね、まあ
チーム関係者の皆さんもそうですけども、多くの、日本国民の皆さんのサポート、そして応援があってね、成り立ったプロ野球界だと思うんで、まあ、まだ日本シリーズまでありますんでね、皆さん協力のもと、頑張っていきたいと思いますし、佐々木チャンネルもね、まあ、一つのね、野球界の発展に、尽力できればと思いまして、まあ、いろんなこと言いますけども、これからも頑張っていきたいと思います。ということで、今年、福岡ソフトバンクホークス2020年リーグ優勝、おめでとうございました。おめでとうございました。